はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またちょっとお人形さんでやったんですけど、最近ちょっとやってるこうほぐし方をまたご紹介します。で、いろんな動画ちょっと作って、まあ、最近ちょっと やらせてもらってるんですけど、まあ普段こう ほぐしたりとかいろんな美容師さんがやられてるので、結構このトップの部分というか、もうボリュームが欲しいところをこう引き出してボリュームを出すっていう方法をやってるんですけど、まあ、これって結構自分ではやりづらいなとか、後ろに見えへんしみたいな感じで、結構できない方って多いかなと思うんですけど、まあ、今回の方法はちょっとクシを使ってやります。これですね、のこのテールの部分を使ってちょっとやってみます。まあ、これをやることによって、まあ、ボリュームは全然しっかりと出るんですけど、あともう一本ワンポイントやることによって、ちょっとこの辺のルーズな動きが出るようになるので、もう本当にこうピンポイントでこうやって引き出さずに、結構ルーズなこれぐらいの感じになってくれるかなと思いますので、ほぐしでいつもお悩みの方、よかったらこの方法でも試してみてください。それでは動画を始めていきます。はい、じゃあまずリレイのバームからつけていきます。今回はちょっと表面をメインでしっかりとつけていきます。ブラシでしっかりと溶かしていきます。髪の毛をまとめてゴムで結びます。この時ある程度しっかりと結ぶようにしてください。で、次に櫛を使います。で、ゴムの部分を少しね、ちょっと押さえながら、この櫛のテールの部分でボリュームを出していくんですけど、まずここのボリューム欲しい部分ですね、この部分を根元に櫛のテールを入れて、そのまま引っ張ります。ボリュームが欲しい部分にグーッとすると、ちょっとここに高さが出ますね。で、その次にもう一回押さえながら、次ここのトップの部分もボリュームが欲しいので、欲しい部分にテールを入れて、そのまま上に引き出します。ぐーっと。まあ、ここを出すことによって、ここにも今高さが出てる状態になってます。次はサイドの部分ですね。この辺の部分もまたゴムの部分を押さえながら、ボリュームが欲しいところをテールで入れます。で、サイドの部分は少しだけ出すぐらいで大丈夫かなと思います。あんまり出しすぎるとバランスが崩れてしまうので、少し出すぐらい、こっちの横の部分もですね、欲しい部分にテールを入れて、そのまま引っ張ります。これが引っ張り出しただけの状態になってます。で、この時点である程度なんかこう動きみたいなのは少し出てるんですけど、もう少し欲しいので、で、次にこのゴムで結んだ毛先の表面に当たる部分ですね、この部分を少しずつ引っ張っていきます。まあ本当にランダムでいいので、ゴムの部分を持ちながらぐーっと適当にギーッと引っ張る感じで大丈夫です。表面だけ出してあげると、こうちょっと動きが出るというか、全体的にこうメリハリ感が出るので、よりほぐしてるように見えるかなと思います。これが引っ張っただけの状態になってます。結構凹凸が出てルーズにほぐれてる感じになってるかなと思います。ほぐしでお悩みの方、よかったらこの方法でも試してみてください。